とということですねはい話題沸騰中で今こそ今週見るならこれぜひ見てくださいというえちょっと遅くなっちゃったんですけどねえ先週末に公開された映画でございますえでこれはもう結構ラジオとかでも紹介する人が多いんじゃないかなという感じでまさに文化放送でもね昨日かな確かゴールデンラジオであの古谷恒平さんが紹介されてましたねえなので文化放送リスナーからしたらもう毎日のように福田村事件の話聞かされてるなとなってる方もいるかもしれないんですがえそのぐらい語る価値のある作品だなと。 思ってておりまし関東大震災から今年年でですよねそれを木に作られたというかもともと作りたいという企画があったんですけれども幸運なことにそのタイミングで公開できたというメモリアルな作品でもありまして教科書レベルの知識でも番組とかでも報道されてますけど毎年その中で混乱の中でデマが 飛び交って朝鮮の出身の方が、えー、言われなく殺されたという、えー、リンチが行われたという、えー、話っていうのはもう教科書とかでも勉強してると思うんですけれどもそんな中でもっと複雑な事件が実は起こっていたんですという話ですね。でこれは実際に千葉の、えー、村で起こった事件なんですけれれどもここで殺されてしまった人 15人の行商人の方なんですけれども15人の行商人の方のうち9人の妊婦退治を含む人々が殺されたという事件なんですけれどもこの方々は朝鮮出身の方ではなかったという事件なんですね。でその朝鮮の方も殺しちゃダメだろうっていうまずはそういう話になるんですけれどもその上で、えー、朝鮮の人は殺さなきゃいけないっていう,こう頭の。 頭になっちゃった人たちがですね、うんえー、人々をこう尋問してくるわけですね。で、村にずっといる人以外の人は怪しいというふうに睨まれて、十五、うんえー、円五実践という言葉を言わされるんですよ。バビさん、これどういう意味かわかりますか？なまり？そうなんですよね。<ー>なんか濁音を朝鮮の方は、うん、韓国の方はうまく発音できないはずだっていうことになっていて。うんうん 言えるかっていうふうに言わされるっていうのがあってそれをこう踏み絵のようにね道にいる人を捕まえて言わせるっていうのがあるんですけれどもこの永山瑛太さんがね演じているえ主,人まあ主人公というか主人公がいっぱいいる話なんですけれどもえ行商人の方々これ香川から来てるという話ですね讃岐から来てるというんですけれどもえで彼らがそれ以外の15円ご実銭は言えるんですけれどもそれ以外の発音もでも何かおかしいみたいなっていうことと外から来てる。 ので怪しいというだけの理由で追い詰められていって結果的に虐殺に至るまでを描いたちょっと長い映画なんですよねでえこの作りも結構面白くてですねもともとは A とか A2 とかえーオウムを扱ったドキュメンタリーですねの監督である森達也監督という方がこの事件に興味を深く持ちましてこれもともとはドキュメンタリー作品に従ったらしいんですよねなんですけど各局テレビ局に持って行っても ななぜか企画が通らんと<ー>なんでかはわからないんですけれども「いやちょっとこれは」みたいなことになっちゃってじゃあドキュメンタリーの映画っていうのもあれだから劇映画にしちゃうか。 とといいううここにななったっていうことなんですよね、うん、でドキュメンタリーの映画にできないっていうのは、まあ、そのオウムの事件というのはその後にもですね関係者の人たちがまあたくさん存命だったんですけれども、はい、これ100年前の事件なので、はいえー、いかんせんこう調べようとしても、はい、こうリアルな証言を聞けるわけではないというポイントから劇映画にしたのではないかと僕は推測しているんですけれども、うん、劇映画ののの監監督督じゃないいんですよこの森監督ってうドキュメンタリーで調査して取材してそれを組み立てていって編集するっていうタイプの監督なので。はい 劇映画初挑戦でこんな長編映画撮れるのかってみんな心配してたんですけれども結果的にはですね僕最後の30分が虐殺に至るもう本当にとんでもないシーンなんですけれども「えっやってた?」っていう「えもともと学生時代とか本当はやってたんじゃないの?」みたいなそう別名義で劇映画撮ってたんじゃないのこの人みたいなって思うぐらい本当によくできたスリリングなえまあこれはある意味エンタメその「ダメ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 」 全部ダメ全員発言が一個一個全部ダメっていうそのう禁止感情になるような、うんえー、心がずっとすさむようなエンタメになっているんですけれどもあの素晴らしい結果的には素晴らしい出来になってるなというふうに思いました。 2時間超えですね2時間ちょっとだったかな、うん、と思うんですけれども、うんえー、そもそものきっかけとしてはそのオウムの取材っていうのを、うんまあ、ある種ライフワーク的にやってらした時期がある森監督がその事件後ですよねもちろんねオウムがフィーチャーされた事件後に取材に行くとまだ教団があるわけですよね、はいうん、でそこに行って調べると普通の人なんですよね、うんうん、で非常に善良そうな危険な思想とか持ってなさそうな人たちがあの時のことを普通に語ってるとか。 えまだだもしかしかかかたたたら悪いいことだと思っってなかったのかみたいなのみそういう疑問からその普通の人がやっぱりタガが外れた時に加害行動に行ってしまうっていうことをやっぱずっと言ってきてる方なんですよね。でこの福田村事件という、えー、何の罪もない人たちが殺されてしまったで流言飛行の中でみんなが混乱して、まあ、曲がった正義感歪んだ情報に基づく正義感というのを振りかざした事件というのはえまさに森監督らしい題材だなとも思う 思うんですけれども、うん、そこになんと豪華なキャストが集まっていましてまずその行商団これはまあ被害者の人たちですよねのチームを描かれますねでこれが15人いるんですけれどもリーダーがなん,なんと長山英太さんこの人も、えーまあ、海戦山戦の人生を送ってきてそのチームを率いているわけですから、うん、リーダーシップがものすごくあるんですよねただその場でちょっとしたいざこざ絡まれたりした時にやっぱリーダーシップカリスマ性がありすぎて 若干降りておけばいいものをちちょっっっと戦っちゃったりするるような正義感があるんですよねそれが本来リーダーとしてチームを率いている時業商団を率いている時にはいいものなんだけれどもちょっと曲がった正義感に頭を支配されちゃってる人と向き合った時にちょっと戦っちゃうのがそれが「あーっていうよかった能力が危険な方に転んでしまうっていうところがうまくものすごく演じられていたりとか。で加害側 これは自警団というですね、在郷軍人会という、まあ、その戦争に行って戻ってきたような人たちが、まあ、その軍とのつながりがあって、その銃とか武器とかを、なんかね、ただでもらえたりとか、安く払い下げてもらえたりとかするっていうシステムがあったらしくて、勝手に武装してるんですよね、なんかね、勝手にもう兵隊じゃないのに兵隊の服着てるんですよね。っていう人のリーダーを、水道橋博士がやってまして。へー でこの人がその村長が、まあ、豊原康介さんで大正デモクラシーの流れを組むものすごいインテリの人なんですけどそれと対立してるんですよ水道橋博士が。<ー>で「紙の上に文字を書いているようなやつは信用ならん!」とか言ってるんですけど、うんいや「今水道橋博士が一番文字書いてるでしょ」っていう <laughs> <その笑>現実の博士とは全く真逆の人間を演じてるんですけれども <laughs>、うん、その突き進みすぎている正義感みたいなものっていうのを体現してて、うん、もう博士の演技の評価ものすごく高いですね。えー でその重要になってくるのは主人公の、えー、役をやっているのが、えー、井浦新さんと田中玲奈さんが夫婦なんですけれどもこれ韓国で働いていてそこから帰ってきた2人という設定なんですよね。うんうん、で韓国で彼らが見たものは何かというと三一独立運動というその日本の、えー、支配に対する抵抗運動というのがありましてそれに基づくまた言われのない虐殺というのがあったんですよね。でそれを見て止めることとができなかったという これ罪の意識っていうのを抱えて日本に戻ってきてる上でまたそれの再生産のような差別虐殺を目の前で見てしまうっていう人が主人公として描かれてるその視点で見ることになるへえあうでこの人たちは朝鮮の人じゃないんじゃって言ってこうえーかばおうとすると。 「お前は朝鮮にいたから朝鮮の人をかばうんじゃないんか」とか言ってもう何を言っても全部の論理がこいつらを殺すっていう方向に向いちゃう怖さっていうのが最後の30分の特に始まりですねこれ何回タイムループしても無理なんじゃないっていうぐらいこの15人の人たちを100人200人の人たちがこう取り囲んで問い詰めるんですけど何を言ってももうダメだなこれっていう空気がものすごく怖く再現されていて。 そその非差別、えー、とそうですね説明してななかかったかな行商団の人たちは、ね、これ、被差別部落出身の人たちだと言われていて、うん、だから事件が終わった後もですねこう被害者ですっていうふうにあの、広く記録を残したりとか喋ったりしないで、口をつぐんんででしまったんですよね、うんうん、だから、このいびつな事件っていうのは、長く語られずにきたという歴史があってですね。うんうん ただその人たちにも救いを与えていてその全国水平社という被差別部落の人たちがその自分たちの地位のためにというえ活動の宣言をしたんですけれども、うん、その宣言の直後でそれに希望を持ってる時の彼らなんだっていう描写とかも入ってるんですよねだからねその劇映画としては抜群にその、まあ、語弊あるかもしれないですけど、まあ、抜群に面白い、うん、一方でやっぱりねこの時代のありえたことっていうのは本当に全部盛り込んでるんだろうなと思って。うん とてつもなく面白かったし、その自分の中のこう誰かを罰しようとか裁こうとか、えー、加害しようとかっていう意識、現代の私たちにもね、はい、基本的には全部間違ってると思うよっていう風に思わなきゃダメだなっていうことをやっぱり体感するためにはこの長さが僕は必要だったのかなと思いますね。めちゃくちゃ、うん、あの言葉選ばずに言うとめちゃくちゃ単純にまずめちゃくちゃ面白いです。うん、はい。今日は、ね、ぜひともはい、ご覧ください。 映画福田村事件についてお話しいただきました大島康夫記の大島が押しますこのコラムは文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR アマゾンミュージックスポティファイおいでおクリエイティブの YouTube チャンネルでもお聞きいただけますぜひチェックしてくださいお知らせの後は桂宮司のザブトンファイブです